皆さんこんばんは。今日は甲子園で行われました阪神タイガース対ヤクルトスワローズの20回戦をお伝えします。今日の先発はですね、タイガース秋山、そしてヤクルトは小川のスタートでしたけれども、秋山が初回にまず1点取られます。村上の2塁打、これがタイムリーになりましたね。そして、その裏でした。小川の状態が悪かったですね。近本ワンアウトになったんですが、今日はですねセカンド板山来ました。2年ぶり、去年出てません、ね、今日本当に久しぶりにゲームに出してもらって、さあどうかなと思ったら、初回1打席目にセンター前にヒット出ました。これ嬉しかったと思います。でその後糸井がライトへ2塁だ、そして4番の大山がインサイド寄りのまっすぐをですね、これあのライト方向へこううまく打ちた、まあ、こういうバッティングができると本当に打率上がってきますね。2打点、打点王の争いもこれで熾烈になってきます。そして一人残った大山をですね、ボーアが久しぶりに17号のホームランを右中間に放り込んで、初回に4点優位に進めますね。そして4回の裏、ここもタイガースがですね、3番手の今野を攻めて、ノーアウトから梅野がヒット、そして小畑がヒット、2番の板山の時にワイルドピッチがあってまず1点、そして、糸井のライト前のヒットで2点目が追加ということで6対1。まあこれでもう流れはタイガースかなと思ったんですが、そうはいきませんでしたね。5回、ワンアウトから坂口の打ち上げたライトフライをですね、糸井どうしたんでしょうかね、完全に落下点に入ってたんですが、ポンと落として三塁まで行かれます。そして次のバッターをフォアボール、青木をフォアボール、そして村上、4番村上にワンストライクから外のまっすぐをですね、レフトスタンドにスリーランホームラン、6対4。これでちょっとゲームが分からなくなったぞっていう風になってきましたね。ここからはもうリリーフ陣の踏ん張りというところになります。ヤクルト勢もですね、寺島が2イニング抑えました。そして8回もマクガフが抑えました。タイガースの方は6回、藤浪の本当1イニングはほとんど完璧ですよね。まあランナー出しますけれども、なかなか点にはならないと。そして7回岩崎、そして8回エドワーズ、そして9回スアレスと、スアレスがですね、1番2番を三振、エスコバー坂口を三振に打ち取ってすんなりいくのかなと思ったんですが、そうはいきませんでしたね。青木にセンター前ヒット、そして、4番の村上にまた右中間に2塁打。今日村上は5打数4安打、5打点、ホームランも1本スリーランありますからね。今日のヤクルトの5点は全部村上が稼いだということで、村上が岡本に次いで打点の2位につきましたね。そして西田もつないで、2アウト1、3塁、またなんか嫌な雰囲気なのかなタイガースというところでしたけれども、宮本をレフトフライに抑えてなんとか6対5で、勝ったと、そういうゲームになりましたね。これでですね、今日ドラゴンズ連勝してましたけれども、今日は敗れて、そして3位のタイガース、そして4位の DeNA、これが勝ったということで、2位、3位、4位の間がですね、2ゲーム、1ゲーム、1ゲームと、もう本当にまた熾烈な A クラス争い、2位、3位、4位争いということになってます。そうですね。今日はそんなところですかね。今日のピックアップ選手を久々にいきましょう。2年ぶりにスタメンに出ました、ゲームに出ました、板山雄太郎、背番号63、皆さん覚えてくれてますでしょうか。1994年の3月27日生まれの26歳、180センチ、80キロ、神奈川県出身ですね。2015年のドラフト6位です。5年目、アジア大学から阪神に入ってますね。1年目が一番ゲームに出たんですね、40ゲーム、そして115打席立って25本のヒットを打って2割3分6厘、
まあ、これがヒット数が一番多いですね。そして2年目は3打席しか立たせてもらわなかった、ヒットはゼロ。そして3年目20ゲーム39打席立ってヒットが9、2割5分7厘で、去年はですね全く及びがかからず、ゲームには一度も出なかったというね、そういう選手なんですが、本当にその選手がですね2年ぶりに上げてもらってすぐスタメンで使ってもらって、これね今日は、2本のヒット打ってます。そしてフォアボールも1つ取りました。1、2、4打数の2安打、ね、1個ホームまで帰ってきてます。得点になってますね。いい活躍したと思います。まあやはり糸原帰ってきたけどまだ本調子じゃない。そして上田がなかなかフラフラしてる、というところで板山にねチャンスが回ってきたんですが、これちょっとものにしましたよね。これで板山もセカンドのポジション争いに参入したということでですね、セカンドのポジション争い本当に熾烈になってきましたね。今日のゲームはこんなところです。タイガースが追い上げられはしましたけれども、なんとか6対5で1点差でしのいで、ヤクルトスワローズに勝ったと、そういうゲームをお伝えしました。以上です。